2024年、5月29日ですがね、小池百合子都知事がですね、市長会、そして区長会ですね、に、出馬要請文に名を連ねぬように依頼という情報がね、飛び込んでまいりました。まあ、小池百合子都知事に対してね、都内のね、市長やね、区長が50何人かね、出馬要請をね、するというニュースもね、流れましたけれどもね、実はこれ自作自演だったってことです。だからね、小池知事の方から、市長や区長に出馬要請をしてくださいと依頼する。なんやねん、これですよね。うん。おかしいよね。まあ、例えば悪いですけどね、結婚をするときに、プロポーズしてくださいとかね、告白してくださいとか。それと一緒ですよ。なんやねんて、ね。自作自演ですよね。まさに小池知事。これはね、最初にね、ご自身でね、否定されたね、古い自民党政治のね、やり方ですよ。だから一回ね、自民党を出てね、それでね、自民党ね、のね、まあその、森元総理とかさ、ね、あの辺をね、否定してね、それでね、なんか留飲を下げてもらってね、無党派のね、そう、有権者を取ってね、で、それでね、あるいは女性の票を取って、それで、通って、で、通ったらね、もう、やってることはね、もう自民党とね、全くね、一緒と、いう、あれですよね、下手すりゃね、自民党よりひどいっていうかな、関東大震災の時のね、朝鮮人、虐殺された朝鮮人のね、皆さんへのね、慰霊祭へのね、追悼文なんかね、石原慎太郎さんでも送ってたのがね、小池さんを送らないとかね、もうひどいですよね、やり方がね、もう、石原さんよりね、ひどいというね、小池知事。まあ本当ね、古い自民党の政治のやり方をしつつね、さらにグローバリストという意味ではね、まあね、自民党よりもね、下手すりゃひどいというね、小池知事です。まあそういったね、ところに対してね、しっかりね、対抗軸をね、出してるのは誰かと、いうことをね、やっぱり東京都民のね、皆さんにはね、ぜひね、見極めをしていただきたいというふうに、思うところであります。やっぱりね、蓮舫さんがね、ちゃんとね、こういうものに対して対抗軸をね、出すというふうになればね、ぐぐぐっと盛り上がっていく。やっぱり具体的な政策としてね、それが見えてくる。いうことがやっぱりこれからね、大事だと思うわけです。まあ、石丸さんだとね、やたらめったらね、議会と喧嘩するみたいな、ところですよね。だけど、実質はグローバリストということで、まあ、小池さんとね、そんな対抗軸にはね、グローバリストという意味ではならないんでね、やっぱり、そういうところじゃないのかな。まあ、他の候補者も含めてね、でも公平にね、でも見ていくと、ね、都民の皆さんにね、ぜひね、こういうのをね、情報としてね、見ていただきたいなと思ってね、あげています。はい。私はね、元東京都民ですけどね、最初の都知事選だけね、投票しましたけどね、大学卒業後はずっと広島県民ですから。それでは皆さん最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。